まずい、陣形の中に巨人が入り込んでる。急いで討伐しないと陣形が崩されるぞ。転属で入ってきた新兵も多い。陣形が完全に機能すると思わない方がいい。ここで陣形が崩壊したら志願しなくへたどり着くこともできなくなる。これでいいんでしょ。始めましょう。救援要請の支援団があんなに行くわ。みんな苦戦してるんだ、急いで助けないと。ボロいわね。行くわ。俺じゃ無理なのか。おい、弱音を吐いてる暇はねえぞ。しっかり仕事しやがれ。これでいいでしょ。始めましょう。もう終わり。見せてあげる。飛行士が出てみんな食われちまった。俺怖くて何もできなくて。くそ。助かったぜ。ところでフロックが偵察に出たきり戻らねえんだ。どこかで苦戦しているのかもしれない。手遅れにならないうちに見つけよう。助けて、巨人に狙われてるの。さっきまで深淵弾が不発で救援も呼べなくて。すまない、知らずに済んだよ。始めましょう。ありがとう、頼もしいな。補給拠点を設営したいんです。ありがとうございました。せっかくなんで補給していってくださいね。うん、そうさせてもらうよ。こなしですね。カリウドにもなれるんじゃないですか。助けてくれ、巨人だ。あんなのに勝てるわけねえよ。偵察から戻る途中で機甲種に襲われてな。北から巨人の群れが近づいてきてるんだ。別の班に状況を伝達してくる。始めましょう。北から巨人の群れが接近中って言ってたな。陣形を崩される前に何とかしないと。北から深淵弾がフロックのいてた巨人の群れともう接触したのか。見せてあげる。逃げちゃダメ。物足りない。巨人の侵入を許せば陣形が崩される。ここは何としても死守しないと。ここに拠点を設営できれば巨人の注意を引けるかもしれない。全ての巨人を倒す必要はない。陣形が通り過ぎるまで注意を引くだけで十分だ。そうか、それなら邪魔な巨人だけ倒せばなんとかなりそうだな。
で巨人たちの注意は拠点に向くはずだ。今のうちにここから離脱しないと。始めましょう。あの深淵だ。まだ誰かが巨人と戦っているのか。早くここを離脱しないと私たちが危ない。どうする？アルミンの判断に任せる。できない。ここで絶対に倒すんだ。やった。手強かったけどなんとかなったね。逃げちゃダメ。逃げられない。誰か！あの巨人動きが速い。振り切るのは無理。ここで仕留める。なんとかしのげたかな。よし、僕たちも急いで陣形に戻ろう。